シーザー・オーガスタス・ロドニーシーザー・オーガスタス・ロドニーは、アメリカ合衆国の弁護士、政治家。民主共和党に所属し、デラウェア州会議員、デラウェア州上院議員、アメリカ合衆国会議員、アメリカ合衆国上院議員、アメリカ合衆国司法長官、在アルゼンチンアメリカ合衆国全権講師を務めた。1772年1月4日、ロドニーは、 デラウェア植民地ドーバーにおいて政治家トマス・ロトニーとエリザベス・フィッシャーの息子として誕生した。ロトニーは1789年にペンシルベニア大学を卒業した。ロトニーはフィラデルフィアのジョセフ・マッキーンの下で法律を学び、1793年に弁護士として認可を受けた。ロトニーはウィルミントンとニューキャッスルで弁護士業をおよそ3年間営んだ。 ロドニーは、タイジョン・ハンの娘スーザンハンと結婚し、ウィルミントンの邸宅、クールスプリングスに居住した。ロドニーは1797年の会期から1802年の会期までの6期6年、デラウェア州会院議員を務めた。ロドニーは民主共和党内で、指導的役割を果たした、1802年の連邦会院議員選挙では、トーマス・ジェファーソンの支援を受けて、 連邦党の対立候補、ジェームズ・ベイヤードに15票差で白票の勝利を収めた。連邦会議においてロドニーは会員再入委員会に所属した。ロドニーは1803年3月4日から1805年3月3日までアメリカ合衆国会議員を一期二年務めた。1804年の連邦会議員選挙ではベイヤードに敗北した。1807年1月20日。 トーマス・ジェファーソン大統領はロドニーをアメリカ合衆国司法長官として任命した。ロドニーは前副大統領アーロンバーの反逆罪裁判に検察当局のメンバーとして参加した。ロドニーは1811年12月5日に司法長官を辞任した。米英戦争が起こると、ロドニーはデラウェア州第一砲兵隊に参加し、ライフル部隊で隊員を務めた。 ロドニーはウィルミントンのユニオン要塞、続いてカナダとの国境付近で任務にあたり、1814年にボルチモアの防衛を担当した。1815年、ロドニーは政界へ復帰し、デラウェア州会議員を1817年まで務めた。1820年、ロドニーは再びアメリカ合衆国会議員に選出され、1821年3月4日に、 着任した。ロドニーはその後アメリカ合衆国上院議員に選任され、1822年1月24日に転任した。ロドニーは1823年1月29日に外交職を受理するため上院議員を辞任し、アルゼンチンに全権行使として赴任した。1824年6月10日、ロドニーは講師在職中に アルゼンチンのブエノスアイレスで死去した。ロドニーの遺体は、ブエノスアイレス市内のビクトリア地区にあるイギリス人墓地に埋葬された。ロドニーの遺体は、その後1923年に、チャルカリタ地区のイギリス人墓地に移された。ありがとうございます。